増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために、この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いします。はい。さて、27日日銀の黒田総裁は金融政策決定会合の後の記者会見で、物価目標の達成に向けて大規模な金融緩和を粘り強く続ける姿勢を強調しております。先生、この会見どのようにご覧になりましたでしょうか。よろしくお願いします。そうですね、まあ金融政策の、基本から言いますとね、でしたかね、2013年の4月の2日だったと思いますが、黒田総裁、日銀総裁就任早々異次元金融緩和というですね、聞いたこともない、言葉を使いまして、まさに鳴り物入りですね、金融緩和を始めたわけですが、この時はですね、要は2年ですから、2015年ですかね、2年のうちには物価目標を 5% 達成できるだろう、物価目標というものを初めて言葉で使ってですね、目標を掲げてそこへ向かって金融緩和をすると、最初は量的金融緩和ということでスタートしたわけなんですが、全く上昇をしないということでですね、次から次へとこの先延ばしになって、とうとう約10年経ってしまったわけですが、昨日の会見でもですね、言われてました。10年経っても 2% の目標達成できないということで非常に残念だと、おっしゃっていましたけども、前から私は悪口と言いましょうか、ちょっと暴言的なことを言ってまして、日銀というのはアメリカの中央銀行 FRB の日本支社だと、本店はアメリカの FRB 中央銀行なんだというようなことを言いましたけど、単なる悪口ではなくて、実際にですね、いろんな面で、まさに本店の総取りからですね、支店の日本の支店の方に、いろいろと指示があると、そう受け止めるようなことも多々あるわけですね、この事実も、ね、ですから、そういうところから、意地悪く黒田総裁は本店 FRB の社長のパウエル、実際には FRB の議長さんなんですけど、議長のパウエル、パウエルが総取りとするならばですね、黒田さんは日本の支店長だと、こういうようなことを言ったんですが、イメージ的にも確かにそういうところはあるんですが、なんでそういうことを言うかと言いますとね、もう10年もこれをやってですね、これが達成できないと。じゃあアメリカの方はですね、どうかというと、アメリカも日本と同じように物価 2% の目標を掲げて、同じように日本と同じように金融緩和をやってきたんですが、今年ですね、2021年、パウエル議長は数日前に、黒田総裁と同じようにアメリカの方の FOMC と言いまして、同じような金融政策決定会合なんですが、そこで、お話をしていろいろなデータからですね、今年の物価、それから来年、そして2023年の物価、これ黒田総裁も同じように今年来年再来年という見通しを言われたんですが、パウエル議長も同じ、見通しを言われまして、今年はですね、もうすでにアメリカの方は、物価の方は 2% にいってまして、今年中には 2.4% になるというふうにパウエル議長おっしゃってるわけで、
アメリカの方は目標達成しているわけですね。日本の方はこのままでいくとですね、黒田総裁の任期が終了するのは2023年4月なんですけれども、黒田総裁自身が2023年の見通しをはっきり言われましたけれども 1% なんですよ。目標は 2% ですからね。ですから長い間総裁をやられましたけども、ついに任期までにですね、目標は達成されなかった。それどころか目標の半分、うまくいって半分ということになるとご本人がそうおっしゃってるんですから、そういうことになっているわけですね。で、非常に気になることっていうか含みのあることを黒田総裁言われましてね、これはやっぱり黒田総裁はご自分でですねFRB が本店で、日銀の方が支店だといくらなんでもそんなことはですね、黒田総裁は次には出しませんけども、思うところは終わり、当然終わりだと思いますね。実際に、日銀総裁としていろいろ仕事をやる上においてですね、金融において日米関係というのはですね、日銀にとってもこの日米関係の金融政策の調整というのは何よりも重要なことですね。日米関係の金融政策、これをいろいろとすり合わせるわけですが、その時ですね、日米の間で日本が大事なのかアメリカが大事なのかという基本があるんですよ。アメリカがくしゃみすると日本は肺炎になる、下手すると死んじゃうという、これはですね、非常に端的に表した日米の関係なんですよ。これは金融のみならず政治においてもそうですね。ということで金融においては特にですね、アメリカがくしゃみすると、つまり FRB がくしゃみすると日銀は肺炎になるということなんですよ。ですから日銀と FRB がこの政策についていろいろすり合わせをする際、どちらを優先しなきゃいけないか、どちらのための政策を取らなきゃいけないか、つまり本店を犠牲にして支店が良くなるのがいいのか、それとも本店第一に考えて支店はある程度犠牲を被っても仕方がないのか、ということなんです。もうここまで言うとお分かりだと思うんですが、なかなかその黒田総裁 2% という目標を掲げてもですね、日米のいろいろな関係からですね、アメリカの方は 2% を達成しても日本はなかなか足元に及ばないというこの現実があるわけです。しかしこの現実っていうのは日米の間で金融政策について、常にすり合わせしてずっと今日までやってきたその結果なんです。このことをよく理解しておかなきゃいけないですね。そして私はもうなんか涙が出そうなぐらいですね、黒田さんの気持ちがよくわかるんですが、黒田さんこういうことをおっしゃいましたね。テレビですから目の動き細かいところまで見えなかったんですが、お顔を肺がんしながらですね、黒田さんがおっしゃる、その言葉をですね、しばらく聞いていたわけなんですが、どういうことを言ったかというとですね、これはちょっとじんとくる言葉 でしたが、つまりその自分が体感するまでの間、もう不可能な目標を達成は不可能だということを言い切ってるわけですね。その後の話なんですが、消費者とか国民というものはですね、実際に物価が上がれば、それに心理的気持ちがそれに従ってですね、そしてそういう気持ちになるから実際に物価も上がる方向に行くんだと、なんか分かりにくい話なんですが、そういうことを言ったんです。つまり実際に物価上昇を経験すれば、体験すればと、そうすれば私の掲げた目標も達成できるんだと、こういうことを言ってるわけです。しかしそれは日本にはできない、現実にできてないんですから、それは日本にはできない。でここから先はもうどなたにもわからない話なんです。ここから先私が解説しま、説明しますと、アメリカさんならできる、FRB なら
日本の物価を実際に上げて消費者に物価が上がったことを体験させることができるとこう言ってんです。まあ、知ってか知らないか知りませんが、私はこれからアメリカが日本の経済をバブル化しなければならないところへ来ているとこういうことを私よく理解してますので、皆さんもそういうふうに思う、まあ、感じていただければ、またとても10分1分で話せる話じゃありませんが、まあ、シリケルトンボみたいな話になりましたが、黒田さんが悲願に思っているアメリカが日本の物価が上がるようなことをこれからするよということだけ申し上げておきたいと思います。はい、増田先生どうもありがとうございました。はい